ワンイシュー諸派、参院選比例に続々と。これ日経新聞の記事で、まあ N 国とか、はい、N 国ですね、安楽死制度を考える会、はい、オリーブの木、幸福実現党、労働の解放を目指す労働者党、令和新選組などが、まあ、あとは NHK から国民守るとですね、なんかが比例候補の擁立を発表したと、参院選で、だこういうなんかワンイシューでこう出てくるものも出て、あるわけですね、諸派が相次ぎ参院選比例代表に参戦するのは今に始まったことではない、83年参院選から比例代表制が導入されると諸派が続々と名乗りを上げ、特に89年は最多の40政党、政治団体による乱戦になった。80年代を通して、福祉党、サラリーマン新党、税金党などが実際に比例代表で議席を得ている。98年以降比例代表に届け出た諸派の数が激減、費用負担が重くなったことが大きな要因だ、参院選比例代表の供託金が1候補あたり400万円から600万円に増額した、有効投票数の 1% 以上を得ないと選挙公告の、公費負担の対象外になった。自民、旧民衆両党の二大政党の構図も強まり、諸派が入る余地が、狭まったことが決め手だと、はい、ただやっぱり今無党派層っていうのも増えてきてるん で、 そ、 うです、ね、そこをなんとかこう狙ってワンイシューでもいいから狙って、日本でも無党派層の比率が高まっており、既成政党の求心力や、政治テーマ次第で新興勢力が入り込む余地はあるという話なんですね、はい、これ89年40もあったんですね、はい、まあ、今はもう 10ちょっとですよ、なんか皆さんそのどこに入れるかっていう政党ね、はい、ちょっと書いてみ比例ですね、比例、はい、書いてみてください、うん、どこに入れますかっていう、はい、このなんか知らないのありますよね、労働の解放を目指す労働者党って何ですか、極左ですか、そう、あと安楽死、安楽死、ね、はい、安楽死制度を考える会、ね、はい、そう、どっから金が集まってるのか、はい、維新、自民、自民、エア野党、エア野党それ向こうそうそう、幸福実現、幸福実現党ね、はい、スポーツ平和ないでしょ、うん、自民、なるほどね、もう政党としてはやっぱりもうそうなっちゃいますよね、だからちょっと難しいですよね、次ね、自民党しかないじゃないんですけど、自民党だともうね、あれですもんね、やはり消費税が、消費税が、だし、ちょっと最近の自民党の火遊び具合、半端ないよね、外国人受け入れ、それからアイヌ法案、でもう女性宮家までやるんじゃないかっていう気がしてきましたから ね女性宮家やるんじゃないですか、なんか雰囲気ありますよね、まあ、次におそらく菅さんがまた続投すると、そうなる可能性が高いっていう噂が、どんどん出てますね、はい、菅さんも僕はいい政治家だと思うし、安倍さんの次は菅さんしかないのかなって思ってた時もあるんだけども、そこそうなのと、っていうね、根本の部分ですからね、はい、本当に、だからちょっとね、だから警戒はする必要があると思いますよ、自民党だから大丈夫だろうっていうよりは、やるかもしれないっていう、そうそうそう、ちょっと疑った目で、疑っていかなきゃ、だから僕ら本当ゼゼヒヒですからね、もともとは支持してたけど違ったと思ったらやっぱ違うと思うし、この部分はダメだなとか、今まで隠してたのがだんだんこう安倍政権もボロが出てきてる感もあるし、ちょっとね、なんか、そうなんですよね、左の政党はどんどんできていくんですけど、なんか保守寄りのまともな政党ってないんですよね、支持を得られないっていう、そうなんかその消費税増税について和田政宗先生とかも反対してるんだけど、もう規定路線になってて、周りが、自民党の中で増税したいって人と、あと官僚たちがもう規定路線になってて、自分がもう何言ってもどうしようもない流れになってるっていう、それっていいのかっていうね、そうですね、そう、もちろん和田さんは反対だって言ってるし、最後まで反対ですって、実際動画でも言ってるし、まあ、そうなんだと思うし、ただ
どうしようもない流れってなんだろうなという。いやただ、うん、やっぱりその口でいくら反対と言っても、うん、行動はそうじゃないじゃないですか、まあ、最終的にね、うん、あの賛成票入れ票になった時にね、そう入れてる時がありますからね、うん、はい、そこですよね、うん、だからどうしたらいいのかと。そうなんか、なんかさ、第二次大戦の時アメリカと日本が戦うかって時に、うん、真珠湾やる前に、うん、全然アメリカのレポートを見て、うん、アメリカの軍艦の大砲は3割ぐらいしか当たらなくて、うん、日本の方が当たると、うん、だから海上決戦をまともにやっても、うん、日本の連合艦隊が絶対勝ちますってレポートあったの、うんうん、その分析は戦後もアメリカ側のレポートあっても、うん、あの時戦ってたら日本側が勝ってたっていうレポートも戦後も出てきたんだって、うん、だから日本の分析は当たってたのね、うん、でも日本の執行部たちはその分析があるけれどももう別の戦い方をやるって決めちゃったらもうそれにしかいかないわけですよ、うん、だから何個も実は日本のその情報部っていうのは、はい、暗号とかも解読してたし、うん、いろいろなことで情報分析が進んでたらしいの、うん、実は日本は情報分析下手で負けたとか思ってたら、はい、最近いろいろな本が出てきてて、うん、分かったのは結局いろいろ準備は下の人間は優秀で、はい、いろいろ条件は上げてた、はい、でも先に決めた方向でしかやらないっていう、山崎失敗の本質の硬直化した頭脳で その通り、もう一回決めたらそれしかない、そう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 わけですよね。明日ピクニック行くって決めてたら、うん、天気予報は雨だよって分かってても、もうちょっと今さら変えられないよって言ってやっちゃうのが、うん、日本のダメなところじゃないかと。ダメなところですね、はい、いや本当上が無能ですからね。そうです、こんなことあんまり言いたくない。いやいや本当日本リーダーがダメなんですよ、うん、本当に。だから、まあ、安倍さんは優秀な方だと思うし、うん、菅さんも優秀な方だと思うけれども、うん、いろんな議員を他も見てったら、うん、もうカスみたいな議員いっぱいいるじゃないですか、うん、こんなこと言っていいのか分かんないけども本当にこの人ダメでしょっていういっぱいいるでしょ。いや確かに、うん、そういうのいますよ、いっぱい。やっぱ本当ね、うん、まあ、議員官僚もそうだよね、うん、勉強はできたかもしれないけれども、うん、やっぱちょっとひどいのが多いよねっていうのは。そうなんですよね、うん、だから勉強できても それは実践とは別のところじゃないですか。そう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 、実践をやるためにそういう座学も必要なんだけど、うん、やっぱ実践でこそ結果出した人に上に行ってもらわないと。そう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 、まあ、実践とか、まあ、それは、まあ、実践とそのマネジメントはまた別の能力かもしれないですけど、うん、そういうのをこう、 うまくこうなんかこう取り入れる手法がないのか。そうなんです、日本やっぱもう情に流されて、そうこう人事とかも変じゃないですか。そう、それはなんとか変えていかないとダメですよね、うん、はい。年金の計算とか、うん、社会保障の計算とかだって間違ってきたわけでしょ、うん、数学科の連中とかが計算してるのにもかかわらず、はい、うん、人口が増えて、うん、減って、うん、経済成長が止まってとか、うん、そういうのを全く想定できなかったわけです、うん、で途中であこれ人口止まるなとか、うん、あと経済成長もできなくなるなっていうのは途中で条件が分かったわけですよ、うん、そこで変更できなかったんですよ。なぜかというと昔決めた偉い先輩たちのメンツを潰すからっていうことで、うん、おかしくなって顔に泥を塗ってしまう。顔に泥を塗ってしまう。もう塗れよと。そう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 、そうなんだよ。もう塗ってやれよと。だから一度決めた流れをあまり変えることが、だからリーダーじゃないんだよ、ね、うん、やってる人たちが。簡単に言うともうあとは野となれ山となれという。そうです、まあ、実際に本当に焼け野原になりましたからね。そうそうそう、日本はだからどっちがいいのか、こうやってその大きな流れを、うん、に飲まれていく日本型リーダーがいいのか、うん、気まぐれでツイッターで決めるトランプみたいなのがいいのかもう急に話聞いて、うん、あれやめようみたいな感じで、そうですね、すぐに決断できる人間がいいのか、どっちだ。日本って、はい、優秀な人はいっぱいいると思うんですよ、はい、優秀な人はいっぱいいるんですけど、うん、リーダーになる人がいないんですよね。いない。リーダー教育ってやらないから。リーダー教育は日本はそんなノウハウがないね。ないですね。日本とドイツはないね。アメリカはあるんだろうね、イギリスとアメリカはそういうのがあるんだろうと思うけども、うん、ドイツは結局リーダーを作れなかったという、うん、国ですからね。プーチンを金銭トレードでってプーチンはいいね
プーチンはすごいよ。プーチンなんか物陰で人殺されてるから。そう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 。プーチンはやっぱ言論の自由は保障するけれども、うん、あの俺を批判したら殺すっていうそういうタイプだから、ね。言うのは勝手だけど。言うのは勝手だけど。分かってるだろうなっていう。ソ連時代は言論の自由はなかったわけですよ。はい、言論自由はなかったです。うん、で今はあの言論自由はあるけれど、うん、除雪車の陰で殺すとか、うん、あのリトピネンコみたいにね、うん、あの毒を盛るっていう